し。はい、どうも皆さんこんにちは、トリッピーです。今回はですね、ポケモンのオリパ開封の方をしていきたいと思います。ですね、まあちょっと運試しですね。僕はね、このオリパ購入する気はなかったんですけれども、ちょっと話を戻すと、先日秋葉原に繁盛さんと一緒にポケモンカードを買いに行ったわけなんですよ。その時にそのカードラッシュさんってお店で、繁盛さんがこの僕が今購入しているオリパを1万4000円分買いました。で、多分ここに出てると思うんですけれども、大爆死したんですよね。1万4000円分購入して、なんかダーテングが3回連続出てくるみたいなね、まあそういう感じでなんかかなり大爆死したんですけれども、その時に繁盛さんがこのその動画を、カメラマン僕したんですけど、撮り終わった後にもう一回カードラッシュ行ってポケモンオリパーもうちょっと買うとか言い始めやがりまして、はい、俺はマジかと、お前本当に正気かということで、まあまあのこのこついていったわけなんですけれども、それだったら繁盛さん大爆死した後にさらにまたポケモンオリパーを同じところで同じやつ購入するって言ってんなら、まあ俺も買わないといけないと思いまして買ってきました。そういう流れがあって、3000円分大爆死してる後にね、そのオリパをね買うのが怖かったから3000円分しか買えなかったけど、俺の中ではねこの3000円も大きいんですよ。なので今回はこの3枚を、開封して、残りはちょっとね、まあおまけがあるんでね、それをやっていきたいと思います。さあどうしよう、俺怖いんだけど。お互いギリギリだったんで、買ってから、開封動画で結果見ようっていうことで、俺3000円分で、繁盛さん多分8000円分残り購入したかなだったんですけど、俺これ逆にこれで3枚しか買ってないのに当たったらさ、俺繁盛さんにボコボコにされそうなんだけどはい、ということでやっていきましょう。まあ3枚なんでね、一瞬で終わると思うんですけれども、ちゃっちゃやっていきましょう。はい、じゃあこれをスリーブに入れて、はい、大当たり来てくれないかな。じゃあ見ていきましょう。せーの、はい、あ、ルナーラのプリズムスター。なんとトリピーさん、これあれですね持ってますね、パックで当てたことありますね。なるほどなるほど、これあれだね、超タイプのポケモンのエネルギー加速だったかな、確かそうだよね。自分のトラッシュにある超エネルギーを相手の場のポケモンの数分自分のポケモンに好きなようにつける。まあでも強いよね。まあルナーラ当たりました。よし、まあ1000円はしないと。じゃあ次、ちなみに繁盛さん14パック買って1000円超えるカード1枚も当たらなかったからなそういう意味ではまあルナーラ出てきたら俺は個人的にいいけど、できたらね SR とかそういうなんかハイレアリティのものが欲しいな、ハズレでも。いきます、見ていきましょう。はい、お、来た、HR だ、ビリジオンの GXHR。 これは7位、ジンライスパークのだ、ジンライスパークの。でもこれハズレ枠かな、多分ポケモンの中ではそんなにだった気がする。あー、やっぱりそうだね、ジンライスパークの GX ポケモンの中ではそんなに当たり枠の方ではありませんけれども、 HR なんで、それなりに、いいんじゃないでしょうか。やっぱねこのね、虹色の輝きはもうテンションがそれだけで上がりますね。じゃあ最後見ていきましょう。まあこのままだと俺もまあ大爆死とまではいかないですけれども、爆死していると。爆死もしてないな別に、なんか開封の喜びを楽しめてるから。やっぱね、あんなにね大量買いするもんじゃないよオリパは分かんないけど、これで、あ、でも当たってほしい、当たってほしい。あ、そうだ、これ当たり枠の説明してなかったかもしんね。いくよ、はい、おお、アローラ球根 GX。 まあこっちの方か。あ、でもこれめっちゃ嬉しい普通に。え、これ1000円超えたんじゃない、下手したら。普通にこれは嬉しいですね。このポケモンの方は、もう一個の方のね、多分ねフェアリータイプのアローラ球根だったら本当にめっちゃテンション上がってるんですけど、こっちの GX の球根の方もうでも強いよね。相手のポケモン1匹に50ダメージ、うん、そうだね、ベンチにも全然いけるんで、どこにでも攻撃できるって感じで、かなりこれは嬉しいアローラ球根ですね。やっぱ球根可愛いから、球根デッキ正直作りたいなって思ってるんですよね。これデッキにいつか入れたいな。あれだったよね確か、普通のキューコンの方が多分 GX ポケモンのダメージを受けないとかいう特性があるキューコンもいるんだよね。なんかポケモンカードキューコンめちゃくちゃ全体的に強いイメージがあるが、
今回3000円分、オリパ開封したら、まあ、こんな感じでしたと。ちょっと値段とかは今自分すぐには分かんないんで、勝ったか負けたか分かんないけど、多分この2つはそんなに、高くないけど、こっちは多分1000円超えてると思います。はい、ということで、オリパ開封でした。で、この後何するかなんですけれども、ほいほいほい、ということで、これね、深夜にね、コンビニ巡りして不人気パックを購入してきましたと。これも、ちょっと別日なんだけど、繁盛さんとあと愛の選手さんと一緒に行ったんですよ。でもって俺はもう動画撮るつもりなかったんで、開けてしまったんですよね。開けてしまっているので、何が当たるか正直言ったら分かってるんですけど、結構コンビニ巡った、結構コンビニ巡って、まあこんだけ買ってきましたと。不人気パック。ただ不人気パックって言いながらも、一応ね、超次元の、超爆インパクトは見つけましたから、そういう意味ではね、良かったんじゃない。超爆インパクトあったけど、俺はね、もう3ボックス超爆インパクト開けてるんで、ウルトラサウンドとかそっちの方購入しました。ということで、これだけ開けたんで、コンビニ結構10店舗ぐらい夜回って、3店舗置いてあって、3店舗で購入したんで、それ開けていきたいと思います。どれから見ようかな。ちょ、覚えてるような気がするからな。大当たりがあったかどうかについて。じゃあ、最初多分これ行ったんだ。これ行ったんだよ、最初。で、これがね、結構確かね、まあ、あれだ。初めて見る気持ちでもう一回見ようぜ。こんな感じで。いきます。はい。コイル、ベロリンガ、スカンプーと、ヒードラン、ナタネ。はい。まあね、ここら辺、ウルトラさんね、向いたって言っても俺20パックぐらいしか向いてないんで、すごくね、こういう機会にね、どんどん開けていくのは全然ありなんだよね。アローラディグダ、メガヤンマ、ヤトウモリ、スピンロトム。なんかね、ロトムデッキ最近ね、ちょっとね、気になってんすよね。エネルギーつけなくてもね、ポケモンの道具が9枚以上トラッシュにあったら殴れるっていう感じの、ちょっとロマンのあるデッキなんですよね。はい。で、ダブル無色エネルギー。これは、ダブル無色エネルギーはもう何枚あっても大丈夫。で、これがウルトラさん見ていきましょう。これだったかな？お、光ってるぞ。コイル、ロゼリア、ニャルマ、来たー。これ、ちょっとやりにくいな。中身当たるの知ってるからなんか反応しづらいけど。なんとね、今回、ネクロズマの黄昏の盾紙、こっち当たりました。これはね、正直ね、めちゃくちゃ嬉しい。ネクロズマデッキね、作りたかったんで、1枚ぐらいはだいたい採用してるんで、普通にめっちゃ嬉しかった。テンション上がりますね、これ。はい、ほいで次。こちらが、チュチュチュンと、ブーバー。ブーバーと、はい、ハヤシガメ。はい、友達たち、これも当たったのめちゃくちゃ嬉しかった。これね、めっちゃ使えるんすよ。すごく使えて、トリッピー持ってなかったんで、ありがたかったですね。で、ユニットエネルギーに、ドータくんと。はい。で、これが、ウルトラさん。違う、ウルトラさんか。ウルトラさん最後ですね。もう、どんどん行こう。ナエトル、バクガメス、イーブイ、チェリーム、リーリエと。まあ、リーリエ汎用とかはね、何枚あってもいいんで。で、こっちが、一パックだけとりあえず買った、超爆インパクトが、マグマラシ、オーギラス、EV、ポケモンキャッチャー、ミルタンクでありましたと。で、次がドラゴンストーム。どっち先買ったっけ？あ、こっちだ多分。3パックの方先に買ったんだ。で、ドラゴンストーム。もうこれほんとなかなか当たりカードがね、ないパックなんですけど、この、ウパーちゃん。このウパーちゃんが俺、ちょっと普通に個人的に欲しかったんで、まあ、ステルジ探したら20円ぐらいで売ってるんですけれども、まあ、パックから当てたかった。探すのがめんどくさかったから。そういう意味で買いました。で、コイキング、チルタリス、はい。はい。で、火山公園と、はい。まあ、ウパーが欲しいがために、このパックを開けてると言っても過言ではないからね。ヌオーはもうね、4枚持ってるんですよ。ミニリュウ、ヨワシ、ヤトウモリ、アクアパッチ。まあ、ここら辺がいいよね。これ水ポケがね、だいぶこのドラゴンストームでは。水デッキで使えるカードがかなり入っているんで。チルット、タッツ、はい。ミロカロス、セスラギナ、これもだね。これもう最近ね、僕もね、これね、シングル買いしたんだよね。セスラギナ、丘とか足りなかったから。そういう意味ではもう一個デッキ作りたいなって思ってるから、水タイプのね。だから、まあ、そういう意味では、嬉しいですね。はい。で、これが3店舗目のカードになりますと。リザードンとかめっちゃかっこいいじゃん。ただやっぱなかなかね、パック買いだと、
GX ポケモンも当たらないですね。ヒンバス、はい、ナチクラ、ミニリュウ、はい、ヒガナ、クリムガン。さあ、残りが4パックと。何が当たったか忘れてきたわ、俺。何当たってたっけ？まだなんかレア当たってたっけ？俺、あの時。繁盛さんの車で開封してたんですけど。結構、あー、そうだ、こいつが当たったんだ。そうだ、ホワイトクリーム GX、ホワイトクリーム 10X が当たりました。これ当たりなのかな？ちょっとわかんないんだけど。ちょっと調べるか、せっかくだから。ホワイトクリームに関してはね、まあ、この GX じゃない方、レアのノーマルの方、ノーマルじゃなくてレアの方が、俺デッキ組みたいなって思ってるから、そっち欲しいんだけどね。これも、これもね、弱くないはず。ホワイトキレムってこの火とか水とか雷とか結構いろいろデッキに入れるイメージがある。で、リザードと。もう当たり入ってなかったかな？いや、わかんないよ。もしかしたら出てくるかもしんない。もしかしたら出てくるかもしんない。シードラ、エンニュート、ウパー！さすが。ウパー2枚目ですね。で、ヌオー。これがね、めっちゃ強いんですよ。これ今ね、もう本当に普通に300円とか、250円とか300円とか購入しようと思ったら、それぐらいするカードで、この押し流すっていう特性がめっちゃ強くて、僕シングル買いでね、4枚購入したんですよ。これがちょっとエピソードがありまして、あの、押し流すのヌオ欲しいなって思ってたら、カードラッシュさん、さっきオリパカあったところで、80円で売ってたんですよ、これが。これ80円で売ってて、だいたい買い取りとかも100円とかこういうのに、80円で売ってるわと思って4枚購入したんですよ。で、俺がこれをレジに持っていたタイミングで店員さんが、ヌオの値段間違ってる、ヌオの値段間違ってるみたいな感じで、なんか周りがザワザワし始めてあの、僕が購入した後に見たらヌオは250円にその店でも値上がりしてましたなので俺はいいのかなと思いながら80円で4枚ゲットするっていう、とても素晴らしいことがあった。なんかそのカードラスさんも100円買い取りしてるのに80円で間違って売ってたらしいね。俺もうそういう意味ではちょっとセンサー働いたから、ちょっと得した気分だったもん。ミニリュウ、はい、コイキング、え、で、渡る、そうだ、これでなんだ、渡る、これもうあれですね、プリズムスター枠の渡るがね、ドラゴンストームで出たんで、これはだいぶ勝ちましたね。やっぱパック回復、俺なんだかんだで、ね、運いいような気がする。これもね、まあ1枚しかデッキには入れないプリズムスターだけど、前の相手の番にね、自分のポケモンが気絶していたらね、自分の山札にあるドラゴンポケモンを2枚までベンチに出せるんですよ。だからまあ強いという、普通に。で、これ入れ替えフロート。これもね、デッキとかに採用する人は採用してるカードなんで、普通にありがたいですね。最後。さあ、最後なんだ？覚えていない。白竜。ラプラス。下手くそ、下手くそ。で、最後、まあでもこんな感じで。まあ最後はそんなに当たりってわけじゃなかったけど、夜中にね、コンビニ巡りの方を、まあ無理やりね、付き合わされて、またいつも通り無理やりなんですけど、いつも通り繁盛さんが俺を無理やりね、連れてく感じだったんですけど、まあ俺はパックを購入してそれなりにね、いい感じのカードが当たったんで大満足でございます。こういうね、まあいわゆる売れ残ってる、どこでも割とどこでも買えるウルトラさんとか、ドラゴンストーム、他にも超次元の暴獣、とかそういうね、売れ残りのパックでもまあこうやってね、あんまりポケモンカードを持ってない人にとっては開けたらもう全然アドになると本当にアドになるって言ってるのが、トリッピー、そろそろお前おとなしくシングル買いした方が絶対にいいぞってコメントでは時々言われてるんですけども、まあ楽しいですね、パック買いは。はい、ということで、今回はこれぐらいで動画の方は終わりたいと思いますね。実際なんだかんだで気づいたらね、ポケモンカード1ヶ月ぐらいしか始めてないはずなのに、パック買いだけでこんだけカードあるんですよこれ全部今分けてるんですけど、タイプごとに。ちょっともしかしたら俺、これ金額考えるの？え？ 5 枚で160円だよね。ちょっと考えるのやめよっか。ちょっと考えるのやめよう。ちょっと考えるのやめよう。やめよう。やめよう。